小泉一馬のこいちゃーんーいやはい、こいちゃんズの皆さん、小泉一馬長野市議会議員です小泉一馬トークチャンネル三本目も <laughs> 収録テンション高めに保ったまま飛ばしていきたいと思いますでね、あの先ほどの ボランティアセンターの駐車場にボランティアさん活動で来てそれで車止めてもねかっぽりちゃんと駐車料金もらえますからねみたいなお話でそれ新聞にね直前載ってたんだけれども議会報告会で市民からねそれこれどうなってんですかって聞かれてもあれそうなのみたいな反応で議員さんが必ずしもそういった情報ね 頭に入っってていいいいなかたたたたみたいなお話させていただいたところです新聞読んでないのかなってその市民新聞だって長野のローカルペーパーで議員は当然ね目通しておくべきじゃないのって思ってるんだけれどもだけどね案外そうなんです新聞読まなくて嫌ねみたいなところあったんですよっていうお話をさせていただきたいと思います。 でね、何かっていうとね議,員議会事務局ってあるんですよね長野市議会のお世話をしているのが長野市の職員議会事務局っていうそういうスタッフ機能があってでその方がね何考えたんだかいやこれね新聞取ってんだけどこの新聞あの予算取ってあるけど読まないでしょみんなだから取らないようにしちゃおうと思うんですよって投げかけてきやがって議会に議員に対して。 で議会も議会でね、何考えてるんだか、ああ、それでいいんじゃないみたいなところに行きかけたっていう、そういうお話なんですよ。で、とぼけた話だなと思って、小泉、まあ、これ、大激怒したんですけど、これ、何かっていうとね、はい、これ、会派代表,会代表者会議っていうのがあるんですよ。これ、会派代表者会議、4月21日の資料です。 議会事務局で購読している新聞について、これもちょっとおかしなされていなタイトル議会事務局が購読しているのは、議会が購読しているの議会事務局、よく聞いとけ。でね、もうテンション高まない。で、議会事務局で購読している新聞について、えーと、なんだ、現在議会事務局で購読している新聞について、経費説明及び必要性の観点から下記の通り、購読を中止したいなお、新聞については、議会事務局、なんて書いてあるんだけど、 議会事務局じゃない。議会の資料だからないとくけど、それ。本当に困っちゃう。でね、現在、公読室の新聞、8紙ある、品の毎日、市民新聞、毎日、中日、読売、朝日、日経産経を、長野市議会は必要として読んできた。これは当然ね、28年度予算として、予算化してあるわけですよ。で、あるにもかかわらず、3紙ね、中止したい。中日新聞、毎日新聞、産経新聞。 な何それどういう根拠で言ってんのそれ経費節減及び必要損ね観点かってそれ誰が判断してんのそれ勝手に議会事務局判断するなよってねこのね会派代表者会議っていうのがねもうすっとぼけててこれも読んで字のごとく各会派の代表者がね集まってそこで議長も入ってんですね議長も入ってやってんだけど 事務局の言いなりですよ。こんな屈辱的なこと言われてね、予算あるけど、おめえら新聞読まねえだろ、だから止めるぞって。オッケーです冗談じゃねえと、小泉大激怒したんです。でね、あのー、文章出しましたよ、小泉。それがね、これなんですけど、これは、こっちか。えー、あ、これこれこれね。これこれこれ。こんなこんな感じで出したんです、小泉カズマから。 議会の事務、あ、じゃあ議長と、それから事務局長に出しました。これ4月27日付です。で議会公読誌に関する申し入れ。えー、中日毎日産経新聞の公読中止を事務局提案により議題としたことについては、下記の理由により承服し難く、引き続き同産紙を公読すべきであることを申し入れるので、作用をご手配いただきたい。で、小泉がね、一番ね、問題にしたのは、 この木の1書いてありますで3市の購読は予算化されているで予算案は3月定例会が必要性を認め議決したこれ我々議会自身がこの3辞のを含めてね新聞購読必要だってことで議決したんですにもかかわらず会派代表,会代表者会議ってそういう訳、ね、のわからないところで「い議決したけどいらないよね」ってそんな風に決めてしまっていいのなのか いいわけがない。で、仮にね、その会派代表者会議の方々、他の会派の方々、新聞読んでないかもしれない。だから市民新聞も読まなくてね、ボラ戦で2時間超えたら、ボランティア活動にしに来た人まで100円、200円、負担求められている。そんな重要なトップ記事、読んでないかもしれない。それでよしと思ってるかもしれない。そうじゃねえんだっていう議員がここにいるんですよ。ここにね。 俺は読んでるっていうことを言いたいわけ。で、だからそんなこと買ってないじゃ困るんだよね。で、あのね、もう一つ、こういう小泉がね、強調しておきたいのは、議会予算の進行に関する議題は議会の運営にかかるものですよ。で、これをね、会派代表会議で決するべき事案じゃないよね。で、声論を吐きましたで。そもそもね、この会派代表会議っていうのは、 もっともらしい名前つけてるけど議事録もなし傍聴も認めない全くブラックボックスですだから議会事務局と議会のなり合いの場になっちゃってるんじゃないのって言われたって反論できないはずですよでっていうことをね小泉は4月27日で文書で投げかけたところえー、とここで5月10日の議会運営委員会でねそれを議案として取り上げて でどうなったかっていうと、えー、どうなんだなんだっけ、新聞の購読については、申し入れの趣旨について理解できるところもある。という意見が出たらしいです。で、一方ね、会派代表会議の決定の通りでよいって、まだ引き続き、すっとぼけたことを言ってる議員もいたらしいです。だけど、最終的には、これはね、じゃあもう一回、話し合い直しましょうっていうことになりました。各会派に持ち帰って、もう一回よく話してこい。 そういういことになりましたでこれはね小泉はあの議長の、ね、小林議長さんとよく話して議長はねあのお前の言うことも分かったからじゃあねもう一回やるそうおっしゃってくれたその通りのことをやってくれた議長には感謝しています。していますけれども <laughs> 新聞取るって言ってて取らないでいいよねって事務局に言われてそうだよな俺たち読まねえもんって。 それで市民に対してどういうふうにね説明申し開きするつもりだったのか本当に情けない勉強しろ君たちって言いたい小泉一馬でしたとほほな話してしまってすいません小泉一馬はね今後も新聞の一面ぐらいは読むそんな議員で貼り付けたいと思いましたに。<laughs>